世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りする動画はビルダーバーグ会議についてです。陰謀論などの話題で必ずと言っていいほど上がるビルダーバーグ会議ですが、どんなものなのかよく知らないという方は結構いるのではないでしょうか。今回はそんなビルダーバーグ会議について、どのような経緯でどういった人たちが集まるのか、またなぜ陰謀論として語られるのかなどを紹介していきます。名前だけしか知らなかったという方はぜひ最後までご覧になってください。それではどうぞ。日本で普通に生活していればほぼほぼ耳にしない名前であるビルダーバーグ会議。日本のメディアで報じることはほとんどないこの会議ですが、大きな影響力を持ち世界の流れを決めているのではないかという噂があります。この会議は基本的に毎年開催されているのですが、その始まりは1954年でした。第1回目の会議がオランダ・オーステルベークのビルダーバーグホテルで開催されたことから、それ以降ビルダーバーグ会議と名付けられています。ちなみにこの会議が開催されなかったのはロッキード事件のために中止になった1976年、そして新型コロナウイルスで中止になった2020年、それ以外はこれまで毎年開催されました。会場は主に5つ星ホテルで行われ、開催期間は全館貸し切り。会議が開かれる数日前にはホテルの従業員に休暇を取らせ、専門のスタッフが動員されます。さらに参加者の食事は各自部屋で取らされ、全館の盗聴チェックまで行われるという厳戒態勢が敷かれるんです。その参加者は世界的に影響を持つ人物や企業、機関などの代表者がおよそ130から150人となっており、世界にとって重要な問題やこれからの政治や社会について完全非公開で議論しているんです。内訳は参加者130名ほどのうち欧州出身が3分の2、残りはアメリカやカナダの出席者が大部分を占めているといい、経歴も3分の2が多国籍企業や金融機関、教育分野、メディアなどのトップクラスの人々、そして残りが官僚経験者や政治家となっています。その参加者というのがそうそうたるメンバー、ここで少しだけ紹介してみましょう。ジョン・D・ロックフェラー、ジェイコブ・ロスチャイルド、マーク・ザッカーバーグ、ビル・クリントン、イーロン・マスク、ニック・ボストロム、ピーター・ティール、ビル・ゲイツ、ベアトリクス女王、ウィレム・アレクサンダー、ウェールズ公チャールズ王子、フィリップ国王、フアン・カルロス1世、カール16世ブスタフ、アクセル・クリスチャン・ゲオ・ア・ダンマーク、カーラル5世など、まだまだいるのですが、ビルダーバーグ会議が世界の流れを決めているという噂が出る理由の一つに参加者のその後も関係しています。例えばイギリスのサッチャーやブレア、ドイツのメルケル、アメリカのビル・クリントンなどは会議に招待された数年後に首相や大統領に就任しています。特にクリントンは91年に会議に招待され、その中でロックフェラーにビルダーバーグは北米自由協定を重視していると言われ、大統領に就任して早々94年1月1日にナフタが発行されていたんです。そんなビルダーバーグ会議ですが、かつて日本が経済成長を遂げていた時、デイビッド・ロックフェラーが日本人の参加を提案したことがありました。しかし欧米貴族からの反対に遭い却下されてしまいます。その対応策としてできたものが1973年設立の日米欧委員会、後の三極委員会でした。そうした中、これまでに一人だけ日本人が参加したことがあります。それが当時国際エネルギー機関事務局長を務めていた田中信夫さん。ただしこの時は日本人としてではなく、あくまでもエネルギー関係の参考人としての出席でした。この事例からもわかる通り、ビルダーバーグ会議は欧米至上主義や人種差別の思想が今も強く残っています。ちなみに会議の設立には CIA も関与していたといい、この時の長官がウォルター・ベデル・スミスという人物。彼は人種差別の肯定者としても知られた人物となっているため、その思想も会議に反映されていたのかもしれません。
そしてこの会議の設立の話ですが、表向きはヨーロッパとアメリカが足並みを揃えるため、また当時のアメリカや西洋諸国と冷戦関係にあったソ連と東側諸国を封じ込め崩壊させるためのものだったとも言います。その中心となったのがポーランドから亡命した社会学者のジョセフ・レティンガー、そしてオランダのユリアナ女王の夫ベルンハルトでした。ジョセフ・レティンガーは第二次世界大戦後欧州の統合を提唱した人物でもあり、欧州評議会の設立にも力を注いだ人物。そしてベルンハルトはオランダ王室に入る前はナチスと関係が深かったと言われており、アウシュビッツでも用いられたチクロン B という毒ガスを製造した親会社 IG ファルベンの役員秘書を務めていた人物となります。特に彼は創設時から議長となっていましたが、1976年のロッキード事件への関与が発覚。オランダ政府に起訴されそうになりましたが、もし起訴されればユリアナ女王の逮捕も免れないため、軍関係の要職などから退くことで起訴を免れたということもあったんです。近年の会議では人体埋め込みチップや GPS による国民監視などが議論されているとの主張もあります。またマイナンバー制度、国民総背番号制や財政界への工作、国際通貨統合などが議題に上がったということも。その年によって上がる議題の内容は異なっているのですが、最終的な目標は欧米による世界統一権力の樹立だとされています。このようなことから欧米では会議を危険視し、反対行動が起こることもしばしば。開催地は毎年異なりますが、その度に反対派の市民団体やジャーナリストが詰めかけています。こうした説を唱えているダニエル・S・チューリン氏は1997年の会議において、カナダからケベック州を分離した残りの地域をアメリカに統合するという情報を入手し、それをマスコミにリークしたことで計画は頓挫、それによって何者かに暗殺されかけたこともあるようです。このように陰謀論の代表格ともなっているビルダーバーグ会議、日本では陰謀論と片付けられてしまうこともありますが、欧米では毎回主要なニュースとして取り上げられることも事実。参加者の顔ぶれと秘密主義からその陰謀の真実味が増す集まりではありますが、真実は一体どこにあるのでしょうか。いかがでしたでしょうか。ビルダーバーグ会議について紹介いたしました。秘密が多いだけにとても怪しく見えてしまいましたよね。ちなみに日本人で唯一参加した田中信夫さん、この人が勤めた国際エネルギー機関ですが、これを設立したのもユダヤ系ドイツ人のヘンリー・キッシンジャーで、第1回目に参加した主要メンバーとされています。それと本編で言い忘れてしまいましたが、アフリカ系アメリカ人初の大統領バラク・オバマ元大統領のオバマ政権もビルダーバーグ会議で決められていたことだとか。このビルダーバーグ会議の話を真実と取るか陰謀論と取るか、それは皆さん自身が決めてください。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。